23で来られるお客さんも多い中、11で来るお客さんもまだまだいっぱいいますね。部品も11の部品いっぱい揃えてますので、それを買いに求めて来られるお客様がまだまだたくさんいらっしゃいます。メインで11で売れてる商品はやっぱり足回りの無双喧嘩ですね。あとはマフラーでしたりとか、あとバンパーですね。フロントバンパー、リアバンパーなんかもよく売れてます。そうですね、リーフスプリングですけど、コイルスプリングと、遜色ないぐらい乗り心地は良くて、やっぱり無双喧嘩の足回り素晴らしいなっていう気持ちと、やっぱりデザインも23は少し丸い感じのイメージですけど、11のちょっと無骨な感じのデザインもかっこいいなと思いました。そうですね、街中でまだまだ11たくさん見ますし、パーツ求めて来られるお客様もたくさんいますので、まだまだ谷口としても11の商品はこれからもずっと続けていきたいと思っています。